映画暴力団東組、二代目清湯会話家頭、50が男性を脅迫。建設会社経営者も逮捕。余罪は1億5000万円。映画出演の暴力団幹部の余罪は1億5000万円か、被害者が語る生々しい脅し。暴力団組員の人権などを描いた映画に出演していた指定暴力団幹部の男らが工事代金の支払いを免れようと男性を脅して逮捕された事件。被害者の男性が MBS の取材に対し当時の生々しいやり取りを証言しました。どないなっとんねん、お前らなめきってんちゃうんか、金金金金て、録音音声。これは今年1月、被害者の男性が暴力団の幹部から脅された時の音声です。男性を脅したなどの疑いで逮捕されたのは、指定暴力団東組二代目清湯会話家頭の大野大輔容疑者、50と建設会社経営、八木康義容疑者、41です。警察によりますと、大野容疑者らは今年1月、大阪市浪速区などのホテルの工事代金の一部約500万円の支払いを免れるため、下請けの建設会社の男性40代をクソガキ、舐め切ってんちゃうか、などと脅し、組員ら10人ほどで取り囲むなどしたということです。テーブルひっくり返してからスタートで、すぐ電話して、東組の本家の方から人をたくさん呼ばれて、正直全員、情が凍りつく。このままどっかにさらわれるんじゃないか、怖いなという状況、被害男性。大野容疑者は、暴力団組員の人権などを描いたドキュメンタリー映画、ヤクザと憲法に出演していました。なんで、俺が金取られてな、金消さなあかんねん。ずっと黙って、去年から話聞いているけどや、録音音声。大野容疑者は容疑を概ね認めているということで、警察は大野容疑者らが同様の手口で、下請け業者らから約1億5000万円の支払いを免れようとしていた可能性があるとみて調べています。